はい、えー。未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは、えー、オンラインティーチャルトレーニングコースの第6週目になりますね。第6週目になります。はい。えー、第6週目の最初、あ第6週目はこの JF スタンダードについてお話をします。ここでは、えー、その1本目のビデオでは JF スタンダードとは何かについてお話をしたいと思います。はい。 えまずですねその前にこの歴史をもう一度振り返りたいんですけど、えー、1980年代ぐらいまではオーディオリンガルという考えが中心でした文系練習をたくさんします「えー、みんなの日本語」っていう教科書の、えー、こ,れこれも「みんなの日本語」もこのオーディオリンガルの考え方ですね、はい、でその後ですね1990年には、えー、コミュニカティブアプローチというのが考え方が中心になりました これはですね、インドのあの、プラブーさんという人が、えー、バンガロールプロジェクトというのをやって、それで、えー、実際にこれが効果があるということが研究として確かめられた。そういう、えー、考え方です、えー。で、このコミュニカティブアプローチは、えー、CBSE ですね、セントラルボードオブセカンドリーエデュケーション、インドの CBSE ですけどで、これもコミュニカティブアプローチでやってくださいというふうに書いています。で、あの、 コミュニカティブアプローチはさっきのオーディオリンガルのアンチテーゼとして出てきたので、コミュニカティブアプローチでやってくださいということは、オーディオリンガルではやらないでくださいというのと同じ意味になります。これが1990年の、えー、状況ですね。その後、2001年にヨーロッパでフアールというものができました。これは Common European Framework of Reference で、えー、この考え方は、えー コミュニカティブアプローチではなくて行動中心アプローチというものですね。これが2001年にできたものです。で、その後これがとても注目されるようになって、日本の JF 日本語教育スタンダードは2010年にできましたけど、これもセフ f ルに近い行動中心アプローチの考え方になっています。はい、じゃあこの JF スタンダードの理念ですけど、 まず JF スタンダードの理念の前に国際交流基金全体のミッションについてお話しします。これは日本の友人を増やし世界との絆を育む。これが国際交流基金のミッションです。Cultivating Friendship and Ties between Japan and the World。しかしこれはですね、日本語教育だけのものではなくて国際交流基金の知的交流とか文化交流とかそういうもの全体を えー、あのー、対象にしているミッションですね。で、この JF スタンダードは、えー、この日本語教育に関係するものです。で、この JF スタンダードの理念は、相互理解のための日本語。えー、つまり、お互いに分かり合うための日本語ということですね。はい。えー、これが JF スタンダードの理念になります。 で具体的にはですね、この JF スタンド、スタンダードはどういうことがあるかっていうと、えー、これからですね、次のビデオからこの4つについて詳しく説明をしていきたいと思います。その行動中心アプローチは、えー、オーディオリンガルや、えー、コミュニカティブアプ,アプローチと何が違うのか、えー、それから CanDo というのが、その、えー、何ができるかということを書いた小さい文、短い文ですけど、それがとても重要になります。 それから A1 から A2、B1、B2、C1、C2 という、えー、6つのレベルがこの JF スタンダードにありますけど、それについてもお話しします。えー、それからこの JF スタンダードに基づいて作られた教科書が丸ごと彩りというものがあります。これについても詳しくお話をしたいと思います。はい。えー、JF スタンダードについて詳しく知りたい方は、この JF スタンダード .jp これが公式サイトですから、こちらをご覧ください。はい。えー、今回の、えー、このスライドのリンクはビットリースラッシュ、t t c b 6 1になっていますね。はい。えー、このビデオの中に、えー、知らない言葉があったら、いつもと同じように暗記、クイズレット、メモライズ、こうした、えー、ツールを使って記録をしておいてください。はい。それでは私の話はここまでです。失礼します。